ちょっと雪絵も、どういうことなの？え？どういうことかって聞いてるの。え、いや、このバラのお風呂、全然入れないじゃない。え、いや、なんかそれはやっぱり見た目の方を優先したっていうか、そのやっぱバラの花びらが見える方が大事かなっていうか、やっぱりこのビルダー的に、そのビルド魂的に、やっぱり入れないよりバラの花びらが見える方が大事っていうか、まあ、結局入れなくてもまあそこ我慢しようかなみたいな。ルルはどうしてもバラのお風呂に入りたいの。へぇー。はい、イケモンです。今日もね、近代建築パックによるね、家作りのね続きをね、やっていきたいと思います。はい、その前にね、ちょっと冒頭の茶番をね、させてもらったわけなんだけど、前回のね、動画の分でさ、このバラのお風呂をね、作ったんだけど、このさ、バラの花びらをさ、置けなかったと、花びらを置けなかったから、カモフラージュブロックでバラの花びらをカモフラージュして置いてるんだけど、これをやるとお風呂に入れなくなるよっていうね、説明をしたんだけどね、あ、つぼ持っちゃったそう、これ入れないの、このカモフラージュブロックを実は置いてるから、ここに。だけどね、コメントでね、このね、バラの花びらを浮かべてもお風呂にね、入れる方法をね、教えてくださった神がいたので、ちょっと早速それをね、堂々とパクらせていただこうと思います。じゃあちょっと待ってね、まず怖そう。はい、ではね、早速作っていきたいと思うんだけど、バラの花びらとかをね、上に物を置いた判定になってもちゃんと入れるお風呂を作るために必要なのはね、このね、ひび割れの砂を使うらしい。だからちょっと早速やってみようか。いやー、これなんかそう、思いつく人ってすごいよねじゃちょっと並べていってみよう。こういう感じで、ひび割れる砂ブロックを置いて置くと、ちょっと向き変えよっか。ちょっと待ってね。はい、うん。あ、で、あとついでにここにもこのバラを、はい。これでひび割れる砂だから、上に乗るとすぐ壊れる特性を持ってるから、こう乗るとね、おー、壊れた。あー、浮いてるじゃあこっちもやってみよう。わー、あー、浮いてるこの状態でね、お風呂を置くといけるらしい。ちょっとやってみよう。じゃあ、あー、ドキ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 しちゃうな。よいしょ、えい。おー、ちょっと入ってみようか。前回はね、入れなかった、ここがカモフラージュブロックだったから、いくらね、この入るの上で丸を押しても入れなかったけど、では行きます。あー入れたー、すごい。あ、ちょっと出ちゃった。ちょっと待って、この邪魔なこれを全部しまおう。はい、わー、あ、出ちゃう、バカすごい嬉しい。いや、ほんと教えてくれた方ありがとう。ちょっと今サムネ撮るわ、サムネ撮るわ、サムネ。はいはいはい、ちょ、サムネに使おう。こんな感じかな、どう、こんな感じにするこれいいんじゃない。あ、待って、これで、キャラの目線、キャラの目線、どう、これ、もうちょっと、もうちょっと こっちお願いします。あ、もうちょっと、もうちょっと、こ振り返らないか、ここ限界かちょっと待って待って待って、私ちょっとサムネを撮るためにこだわるわ。これを持って回して、よいしょ、これじゃない、これで。あー、でもそしたら、あー、ちょっとバラの位置があーあー、いいね、こっちいいけど、ちょっとバラの位置が気になってきた。今度バラの位置が、ちょっと待って、バラの位置直すわはい、完成しました。ちょっとね、バラの花びらとかをね、位置をいじってみたんだけど、じゃーん、
こんな感じ。またちょっとバラのね、花びらを増やして、このね、バラ自体もちょっと一個横にずらしてね、置いてみました。はい、じゃあちょっと早速ね、入ってみようか。あれ、よいしょ、あれ、はい、おお、いいんじゃない。ちょっとベストアングルをね、探そう。うん、あ、いいんじゃない、いいんじゃない。ちょっと待ってね。はい、じゃあまず表情を作ろう。キャラの表情をオンにして、うん、はい、笑顔で。ちょっと目線をね、こっちにもらおうか。はい、目線をこっちにください。あー、いいんじゃない。そしてもうちょっと引こう。はいはい、あ、どうこれ、いいじゃない。このサムネは決まりだなみたいな。もうちょっと引きで、はい、こんな感じでね。はい、あ、いいね。いいよいいよ。はい、いや、これはね、嬉しい。はい、いや、本当にね、ちょっと諦めてたの。なんかまず物が置けなくて、カモフラージュブロックでカモフラージュできたけど、あ、入れないけど、まあ仕方ないか、見た目の方を撮ろうって思ってたけど、いや、まさかこんなに浮かべたまんま入れる技をね、本当に教えてくれてありがとう。そしてね、よいしょ、私と同じようにね、例えばこの物を置けないくて、カモフラージュブロック使ってね、やってて、あ、入れないけどなって、同じようにね、ちょっとしょんぼりしてる人がいたらね、こういうすごい技があるらしいから、一緒にパクりましょう、ぜひともね。あとほら、私これ花びらだけど、例えば料理のお皿プレートとかさ、そういうのもいろんなものをね、きっと置けるよね。ぬいぐるみと一緒に入りたかったら、ぬいぐるみをここにね、浮かべたら、そんな風にもなるだろうし。はい、あ、で、あとこのさ、ひび割れた砂ブロックなんだけど、もう持ってる人はいいんだけどね、ここのこのね、切り株作業台でここでね、作れまーす。これこれこれ。うん、無限ボーナスでね、作れるから、手元にない人はね、この切り株作業台でね、作ったらいいと思います。はい。じゃあね、早速じゃない、せっかく。ごめんね、ちょっと私の口が仕事しない。はい、じゃあすごい技もね、教えてもらったところでね、まだこの家作りも途中だからね、その続きもね、やっていきたいと思います。はい。今回はね、本当にいろんな技をね、教えてくれてありがとう。そして最後まで見てくれてありがとう。またね、次回の動画でお会いしましょう。じゃあねー、ゆけもんでしたー。